どうも、パチプラのジュンです。今回はですね、ユニクロのリネンシャツとザラのリネンシャツ、どっちがいいのか徹底比較していきたいと思います。さらに最近またザラで服2点買ったんで、そちらもですね、動画の後半でご紹介していきたいと思います。ゆっくり見ていってください。今回ですね、もう朝についてひたすらご紹介していきたいなと思っております。僕、理系なんで、なんか素材のこととか調べると止まらんくて、もう朝ってね、めっちゃ深いんよ。ここで皆さんにクイズでございます。女性が嫌いな夏の男性の格好、トップ2は何でしょう？シンキングタイム。この暑い夏の時期、女性の皆さんはですね、男性のこの格好嫌いっていうのがございます。実際にヒアリングとかもしまして、SNS 調べてみても、やっぱり女性は男性のこの格好が嫌いっていうのは絶対あるんですけど、第2位、それがですね、短パン。まあ、暑いから楽だし、涼しい短パン履きたくなるの。めちゃくちゃわかるけど、女性は男性の短パン大嫌いなんだよね。すね毛とか、毛を見たくない。生足を見たくない。男性の皆さんは、女性の体とかにすごい興奮を覚える。もう DNA に刻まれているんで、もうそれは仕方ないけど、女性の皆さんは、男性の体ってあんま興味ないよね。筋肉質の体は好きだけど、別に男性の裸とかそんな興味ないじゃないですか。これは人間の DNA によって決まっている事実なんよね。そしてですね、女性が嫌いな男性の夏の格好第1位、それが、タンクトップでございます。もうこれもう脇毛見たくないし、肌を見たくないのよね。ゴールドジムで鍛えてる人はもうタンクトップ着ときゃいいんだけども、女性は男性のタンクトップの姿を見たくない。もうこれはマジで男性覚えておきましょう。女性は男性の体に興味がない。でも、暑いやないですか。そん時おすすめなのが今回紹介するリネンでございます。で、まず、朝について知識。押さえておきましょう。どんな素材なんて、実は人類最古の繊維と言われている。今だったらもう綿の素材だったりとか、絹の素材だったり、ウールの素材とかいろいろあるけど、人類最古の繊維、紀元前1万年前ぐらいから使われている繊維、それが麻なんですよね。だからピラミッドの中にあるそのミイラとかもなんか麻で包まれてたりとか、すごい昔からある繊維なんよね。なんでそんなええのって話なんだけども、この暑い時期、風通しがいい、涼しいんですよね。しかも、水をすごく吸収しやすく、乾きやすいという特性。で、汚れも落ちやすいっていうことで、めちゃくちゃこの暑い猛暑の時期、記録的な猛暑の時期、すごくいいんよ。で、僕はですね、最近ザラで、このリネンの長袖シャツ、これ去年買ったモデルなんだけど、まあ、今年もね、ほとんど変わってなかったさ、ユニクロさんのリネン長袖シャツを最近着ております。長袖だけど、リネンだから、これわかるかな？透け感わかるかな？結構薄めの素材やから風通しいいよね。それでいて日差しも防いでくれるしで最高で、皆さんに押さえていただきたいのは、朝は大きく3つございます。まあ他にもいっぱいあるんだけども、まず1点目リネン、そして2点目ラミー、そして3つ目ヘンプでございます。朝と一言に言ってもいろんな植物、いろんな朝があるわけなんですよね。で、ユニクロさんのやつはこれね、リネンでございます。ヨーロッパのフランスとかで作られている植物、アマという植物なんですよね。フラックスと呼んだりもするのかな。涼しい気温、豊かな水のある、そういう環境で作られる植物なんですよね。だから涼しい中国の地方だったり、ロシアの地方だったりとか、まあ、ヨーロッパがね結構多いかなと思います。一度栽培収穫すると5年6年は畑を休めなければいけないということで、まあ、結構大変な植物ですよね。で、皆さんこれ覚えといてほしいんだけど、今ですね、このリネンという素材は価格が高騰しているんですよね。去年だったり一昨年は実は気候変動、ヨーロッパの方でも気温が上昇してリネンが不作なんですよね。で、在庫分のストックとかも出してしまって、かなりですね、リネンの供給が少ない状態なんよね。だから5年、6年前と比べると、リネンの価格が 2.5 倍とかに高騰しているわけなんよ。しかも、インドで今リネンがすごくブームになっている。日本でもリネンまあ人気だと思うんだけども、
インドめっちゃ暑いやんか。リネンがいいということで、すごい大量に購入している。この需要と供給のバランスが崩れてきている。需要めっちゃあるんだけど、供給が少ない。つまり、来年、このユニクロさんのリネンのシャツ、さらに価格が上昇する可能性がある。今ね、値下げしてるんで、これリネンのシャツマジで、今年中に買っといた方がいいかもしれない。二つ目の朝の素材が、ラミーと呼ばれる素材ですね。アジアの方で作られているチョマと呼ばれるね、植物で、リネンと比べると、その素材感とかはやや固めな感じ、生地固めな感じなので、やっぱそのヨーロッパのフランスとかのリネンがやっぱ最高級、柔らかくて涼しいっていうね、だからプレミアムリネンってね、名前にもついてる通り、すごくいい素材なんですよってリネンに関してはね。で、三つ目の朝がですね、ヘンプでございます。最近無印さんでもよくヘンプの素材使ってるっていうのあるやないですか？ご存知でしょうか？ヘンプは地球環境に優しいから、今後はもうヘンプをたくさん使っていくって無印さんね、まあ、商品ページとかにも書いてあると思うんですよ。実際確かに土壌があまり良くないところでも育つし、農薬とかを使わなくても育てられる。で、リネンとかはすごい涼しい地域とかで丁寧に作らんとあかんけれども、暖かい地域とかでもヘンプの植物を作ることができる。で、CO2、二酸化炭素もたくさん吸収して酸素に変換するという。ということで、すごくいい素材やんとも思うんですが、これヘンプってね、植物で言うと大麻なんですよね。まあ、いわゆるマリファナとか言われる大麻の植物なんですよね。そう、 THC って皆さんご存知でしょうか？テトラヒドロカンナビノール、それを略して THC って言うんですけど、これがあるとですね、もう幻覚作用、ハイになってしまうアッパー系ですよね。いわゆるドラッグ、麻薬なわけなんですわ。THC が多いものを大麻草、THC が少ないものをヘンプって呼んだりするんですけど、で、皆さん勘違いするんだけど、大麻の葉っぱを吸うんじゃなくて、大麻のめしべ、雌花のめしべ、まあ、要は花を加工して吸うっていうのが、まあ、マリファナを吸うっていうことなんですけど、そう、だから、その、ヘンプ大量に作ってええのかな？日本では昔ヘンプね、普通に作ってたんですが、第二次世界大戦後、これ良くないんじゃないのということで、まあ、アメリカに指導されたんか知らないけれども、もう一部の地域、認められた農家でしか、今ヘンプは栽培されていない。栃木県とかで、もう茎の部分、もうリネンもそうだけど、基本的に植物の茎の部分の繊維を使っとんのよね。だからそのヘンプもですね、茎の部分と種は使ってる。もう葉っぱとか花に関してはもう処分するっていう厳しいね、今規制があるわけですよね。もう容易にヘンプを日本で育てる、栽培することはできない。で、リネンとヘンプのその生地感ですよね。基本的にはヘンプの方が生地固めなので、やっぱりその3つの中でもリネン、ヘンプ、ラミー、三つの中でもこのリネンがですね、生地感すごく柔らかくて最高ですということだけちょっと押さえといてもらいたい。で、まず素材の比較行きましょう。その高級なリネンをユニクロさんはなんと 100% 使ってますよ。シワ感があり、で、風通しのいい素材。で、柔らかいんですよね。リネン 100% なんだけど、すごく柔らかい。しかしよ、皆さんもエアリズムコットンの T シャツとかに慣れちゃってるから、その、化学繊維に比べたら、若干のこのザラつきみたいなのはあるのよ。タンクトップの上から着ると、若干のこう摩擦、その違和感はあるんで、その辺注意。ザラさんのこいつなんですけれども、僕はですね、最近セールで購入したこいつはですね、リネンとレーヨン使われてるんですよね。ちょっと素材感見てもらいたいんだけど、一見リネンなのよ。すごくこうシワ感もあって、風通しのいいこの素材感。がしかし、レーヨン入ってることにより、そのリネン特有のこのザラつきが、ほとんどないんだよね。めちゃくちゃ気持ちいい、この肌触り、たまらん。
とろみ感が生まれている。例えばデートの時にこのシャツを着ましたと。で、女性はさ、おもむろに男性の腕掴みます。その時にザラザラの素材感、肌当たりの悪い素材感だとマイナスの印象になると思うんだけど、気持ちいいこの素材感であればポイント、あー、これはですね、ザラのウィーン。ユニクロさんももちろんね、すごくいい素材感なんだけど、どっちかといったらザラの方が気持ちいいなんですよね。続いての対決、値段でございます。ユニクロさん現在値下げしまして、2990円で購入できます。一方、ザラさんの方も値下げしておりまして、なんと、1990円ということでザラウィン。2000円で買えるよね。ただ、ユニクロさんに比べてザラさんのやつは在庫がめっちゃ少ない。オンラインでも少ないし、店舗に行っても少ないんで、マジで欲しい方は早めにチェックしてください。続いての比較、シルエットなんですけど、見ていただきましょう。まずですね、ザラの方、シャツ着てみました。これ XL サイズかな?オーバーサイズ目のシルエットでゆったりと着れて、最高なんですよね。袖も長め、着丈もね、お尻すっぽりめな感じですかね。で、この落ち感、とろみ感を伝わるかな?素材柔らかいし、涼しいし、この暑い夏の時期、もう最高なんですよね。長袖のシャツってやっぱかっこよくな、色気あるよね。一方、ユニクロの方なんですけど、これ XL サイズね。僕身長177センチで、XL サイズ着用しております。このコンパクトなシルエット伝わるっすかね ?XL なのにオーバーオーバーしていない。ジャストめに着用できるんですよね。着丈はやや長め、お尻すっぽりめか半分めな感じ。身幅もやや余裕あるかな。袖に関しても別に長すぎるわけじゃない。ほんと A ラインのシルエット作りやすいっていう感じかな。なんかトレンド感逆にあるな、みたいな。ワイドパンツにこのコンパクトなトップス持ってきて A ライン作れる、なんか逆にトレンド感あるなって、そういう風に僕は感じました。ということで、シルエット対決に関しましては互角ということで、今回勝ったのはザラでございます。元に7、8000円だから質が本当良くて、マジね、セールのこのタイミングで買うのが正解だな、大優勝だなと思います。続いて購入品2点ご紹介したいと思います。最近買ったセールアイテム、じゃじゃん、黒色のシャツ。商品名リオセルブレンドシャツ、元値が3950円なんかな、そちらが1990円になっておりました。素材リオセルとポリエステルということで、まあ、再生繊維とか使われてあるんですかね。これも結構張り感のある素材で、めちゃくちゃね、いいんすよね。張り感もあるし、なんか高級感もあってすごくいいなって。さらに左胸のところ、なんかワンポイント、なんて書いてるんかわからないんだけどね、女んとかかな、わからんけど、シルバーでなんか刺繍入っててワンポイントで可愛いなと思って買ってみました。シルエット的にはボックスカットですね。で、サイドにスリットがあるというシルエットになっております。サイズ L なので、まあ、これもリラックスして着用できるかな。で、こちら雑学なんですけれども、ザラさんのこのタグ見てみると四角になってたりするんですよね。これ何のマークか皆さんご存知でしょうか。これはレギュラーフィット、通常のサイズですよというね、意味でございます。丸の場合はオーバーサイズ目で、逆三角形のマークもたまにあるんだけど、それはコンパクトな小さめのサイズとなっております。メンズはだいたい四角が多いかな。レディースのゾーンに行くと丸とか逆三角形もね、結構ございます。そして購入アイテム2点目、じゃじゃーん、緑色のシャツ。商品名リオセルブレンドシャツ、元値6590円が1990円。これもなんか素材がですね、リオセル 89% のポリエステル 11% になっております。なんかちょっとミリタリーっぽいようなカジュアルシャツですね。なんかこだわりすごくて、胸ポケットもなんか幾何学的というか、
変わった形してるやん。デザイン性のあるポケットで、肩のところのパターンもなんか変わってて超可愛いんですよね。襟もね、通常のレギュラーの襟になっててめっちゃコーデしやすい。でこいつのシルエットはラウンドカットかつサイドスリット入っております。結構淡めのグリーンだから、これまたコーデ組みやすいんだよね。渋いよね。とまあ最近ちょっと長袖シャツばっかり買ってる僕なんですけど、一個裏技ご紹介したいと思います。こういうリネンシャツって袖まくりしてもなんかね、すぐにこうタルーンって伸びちゃうのよ。これが落ちない裏技、袖まくりしても落ちない裏技教えちゃいます。これ SNS とかよく見かけるやつなんですけど、ボタンを外した状態ありますやんか。でこのボタンホールの方を半回転するのよね。半回転して止める。普通こう止めるんだけど、半回転させて止める。普通に止めたらええやんと思うかもしれないけど、半回転させることによってなんか程よいね締め付けになるんですよね。まあ、とりあえず半回転させて止めるとこんな感じやんか。でこれでぐるぐるって回してやるとすごいいい感じになるんだよね。締め付け感とかもめっちゃいい感じになる。これ右側した感じね、右側半回転させて袖まくりした感じ、こっちは半回転せずに止めた状態で、こっちの方がね程よい締め付け、ほんで落ちないんだよね。でこっちはねキチキチなんだよね。普通にボタン止めて折り曲げるとなんかキツキツな感じ、これはこれでいいんだけど、個人的にはボタンホール半回転させて止めて袖まくりするのが落ちなくてかっこいいかなと思います。最後ですね、購入したアイテム使ってコーディネートもいってみましょう。白パンツに黒のタンクトップ、そして緑のシャツ合わせてみました。このベージュグリーンのカラーリング、同系色のコーデめっちゃ可愛いっすよね。シャツもさ、これ L サイズなんだけど着丈長めで袖も長めな感じ。あのザラのトップスって割かしねオーバーめな感じだよね。その海外の人向け、外人向けなのでちょっと大きめではありますよね。まあ、ルーズめ好きな僕としてはありなんだけどね。で長袖シャツの着方なんだけど、僕的にはまずちょっとこう後ろに下げる、こう肩を抜くっていうか、少しこう後ろに下げてからのボタンを2つぐらい止める、で、からの袖まくりして完成でございます。そうすると、こなれ感出ていいなって。まあ、他にも前だけタックインとか、いろいろやり方はあるんですけどね。そして黒のシャツ着てみました。これもまたなんかモードっぽい感じでかっこいいっすよね。こちらユニクロ U のパンツ、レディースのやつなんだけど、この薄ベージュと合わせるとまたかっこいいっすよね。この胸のアクセント、これもええやんってなんて書いてるかわからんけど、ちょっとこうカジュアルな感じでて遊び心あってええやん。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。